ち、無駄足か。来るのが遅かったみたいだな。お嬢様も随分と早起きなこった。さっすね。いや待ってください、ボス。あいつじゃないっすか。おお、間違いねえ。あっちからのこのこやってくるとは運がいい。エルマイト旅団の連中だ。悪いことを企んでるみたいだぞ。あなた誰？風前家に雇われたわけじゃなさそうね。確かに風前家から金はもらってねえが、お前をさらえば風前家が身の代金をたんまり払ってくれるだろう。人さらいだったのか。旅人、ドニアザードを守るぞ。考えたことなかったのか。あんたらじゃかなわないような同業者がすでに風前家から金をいただいてるってことに。お前はディシアか。資料の獅子ディシア。どうりで傭兵界隈で長らく名を聞かなかったわけだ。まさか鎖につながれてたとはな。失礼な発言は慎んでもらえるかしら。ディシアは私たち風前家に恩があって協力してくれているのよ。大丈夫ですよ、ドニアザードお嬢様。ただの傭兵同士のちょっとした牙の見せ合いですので。剣を打ち合った瞬間、彼らは本性を現します。もう長いこと姿を見てなかったし、剣の腕も錆びきっとるんじゃないか。過剰な自信は足をすくわれるぞ。旅人、ドニアザードお嬢様を連れて先に行け。いや、相手は複数だ。オイラたちも残って手を貸すぞ。そうか、確かにそうだな。わかった。ディシア、くれぐれも気をつけて。これが私の仕事です。問題ありません。それよりも自分の身を守ってください。片付いたら探しに行きますので。激しく動きすぎただけよ。いつものことだから。本当に大丈夫かよ。しばらく休めば大丈夫よ。それよりもディシアのことが心配だわ。私のわがままのせいで。そうだ、安心しろ。お嬢様、旅人、ここにいたのですね。デシア、もう終わったのか。周りに共犯者は、もしくは誰かにつけられなかったか。デシア、あなた腕が。ああ、これでしたら大丈夫です。ただのかすり傷ですから。普段ならあんな連中の攻撃を食らわないのですが、新しい体験にまだ慣れていなくって。よく見せて。いえ、問題ないので気にしないでください。傭兵はお嬢様が思っているほどやわじゃありませんよ。それに新しい体験って、今まで使っていたものはどうしたの？お、その、まあちょっと金欠で売っちゃったんです。たまにあるんですよ、こういうの。もしかして最後の舞台を設置するときに使ったあの出所不明のお金って。いや、あ、その、ド
ニアザードお嬢様を泣かすつもりはなかったんですよ。まさか雇用主を泣かせたからって言及なんてことはありませんよね。雇い主を泣かせたところで給料は減らないわよ。でも武器を無断で売ったり私のために怪我を負ったりした点は評価の参考にしないとね。それはあんまりですよお嬢様。本当にありがとうティシア。いえそんなこと言わないでください。デレショーなんでなんだか恥ずかしくなってくるじゃないですか。ドニアザード、また気分が悪くなったのか。お嬢様、まさか具合が。旅人、しばらく彼女を休ませてあげてくれ。みんな迷惑かけてごめんね。なったわ。もうしばらくここで休めば大丈夫そう。私の病気を心配してくれるの？だったらもうこれ以上隠すわけにもいかないわね。実は私生まれつきマリン病なの。マリン病？そんな。あら、マリン病のことを知っているの？じゃあそれがどれほど深刻なものなのかも知っているわよね。現在スメールの技術でこの病気を完治させることはできない。自然療法で進行を遅らせるのが精一杯なの。ドニアザード、そんなに悲しまないで。私はずっとそれを覚悟して生きてきたんだから、もうとっくに受け入れているの。ただマリン病にかかっている事実より、それによる生活への影響の方が私は辛いわ。家族は私のことをとても愛してくれている。もっと長生きできるようにと環境を整えることに最善を尽くしてくれているわ。それでもいずれその日は必ずやってきてしまう。あのね、今回のように逃げ出すまで屋敷の外の世界には私の存在を知る人なんていなかった。幼い頃から私はただ毎日ベッドの上に座って窓の外をぼんやりと眺めていたわ。今回逃げ出したことできっと家族には心配をかけるし失望もされると思う。でも私はただ悔いを残したくなかったの。私には人との出会いが必要だった。出会いそのものが私にとってこの上なく美しいことだと気づいたから。それに家臣探査の準備に携わった思い出はもちろん、参加してくれた人たちの笑顔、そして私を支えてくれたリシアやあなたたちのような友人、そのことを思うと、たとえその日が来てもそう悲しむ必要がないように思えてきたの。少なくとも私の存在を覚えてくれている人はこの世にたくさんいるから。お前がオイラのことを忘れない限り、オイラもお前を忘れないぞ。あ、じゃなくて、たとえ忘れられてもオイラはお前のことを忘れないからな。二人ともありがとう。ごめんなさい、こんなしんみりした話しちゃって。私らしくなかったわね。実はこういう風に勇気を持てたのも
クラクサナリデビ様のおかげなの。あの、ええ、生きていれば必ず悩みは生まれる。でも私たちはみんな悔いのないように生きているわ。そうでしょ？そうだ、もうそろそろ時間じゃないかしら。どうしたんだ？この後何かあるのか？もうすぐ家臣の舞が始まる時間でしょ。私、家臣探査の中でもそれを一番楽しみにしていたの。神話の中の一幕をニーローがとても優雅なダンスで再現するのよ。そして家臣探術はその拍手と祝福の中で終わりを迎えるわ。そうすれば私の願いも。じゃあここで時間を潰してないで早く舞台のとこに行こうぜ。え、今から行けばまだ間に合うと思うわ。許可なくこういった類の演目を行うのは法令で禁止されているのよ。まさか知らなかったの？あれってニーローが誰かに怒られてるみたいだぞ。教練員の大賢者みたい。どうしてわざわざこんなところに来ているのかしら。でも家臣の舞は家臣探査の定番だよ。もし披露できないとなると。大規模なイベントを密かに行うのは家臣探査では禁じられているわ。それに主催権は教練員しか持っていない。これ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな家臣探査はもともと教練員が開催すべきもので、その責務を長年放棄していたのはあっちなのに。どういうことか聞いてくるわ。見ていられないけど、あなたの言う通りね。確かに私がいても状況は変わらないわ。芸術、ダンス、この知恵と理性の国でこんなにも薄っぺらく意味のないものを追い求めるなど恥を知らんのか。全ての真実と真理を求める学者たちのために神はスメールシティという楽園を作った。しかし君らのような人間はそれに泥を塗ろうとしている。そんなことない。家臣様が我々の神に舞を捧げたように、神も芸術をないがしろにすることはないはず。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか。今お前がすべきことは一刻も早くこの馬鹿げた舞台を撤去することだ。帰ったら次のジュニアーナガルマの日までにこのような公演を禁止する法令を書記官に作成させる。アーカー社を通じて民衆に通達しておけ。はい、すぐ手配いたします。家臣探査でせいぜい神の生誕を祝うがいい。ニーロー、大丈夫か？あ、ドニアザード、今の見てたんだね。大賢者に公演を止められちゃった。ええ、どこか別の場所に行って教練員に見つからないように続けようかな。あ、でもお客さんにどうお知らせしたらいいんだろう。雰囲気作りや舞台セットの用意も必要だし。
それか公園を妨害する人を誰かに止めてもらうとか。さっき処罰するって脅されちゃったし、もし発覚したら。ニーロ、私のことなら大丈夫よ。でもドニアザードは家臣の舞をずっと楽しみにしてたんでしょ。今回の家臣探査はあなたにとってとても大事なものだし、後悔してほしくないの。気にしないで。ニーローにそんな風に思ってもらえるだけでもう十分幸せだから。それにこの状況で家臣探査を続けるのはさすがに危険すぎるわ。私、みんなをそういうのに巻き込みたくないの。うん。じゃあ次もこっそり家から抜け出せるよね。次の家臣探査は絶対に成功させるから。次ね、約束ね。次は必ず成功するわ。まさかこんなことになるなんて。あの賢者たち、風情のかけらもないな。うん、大丈夫。こうなったらもうしょうがないもの。でもニーローの家臣の舞を見られなかったのはちょっと残念かな。はあ、今日はいろんなことがあったな。しかもあんな残念な結果になっちゃうなんて。ニーローは来年の家臣探査は成功させるってドニアザードと約束してたけど、あいつにはもう時間が。そうだな。はあ、すべての接続を確認。最高レベルの安定性を保持するアーキテクチャを構築。計画は最終段階へ。から力を導出する。ふふふ、お前のせいで寝坊したんだからな。